私たちはアイドルであるの、私たちはラジオである。さあ始まりました、私たちはラジオである。お相手は私8号と紫色担当締めの七香です。よろしくお願いします。この番組は私プロデューサー8号と綿愛のメンバーがゆるゆるだらだらとトークしていくコーナーです。今回は特別企画です。まあ、なぜね2人なのかと言いますと、はい、一応これをあげる予定なのが、3月の21日木曜日ですね、はい、でこれを今撮ってるのが2日前の3月19日の火曜日です。はい、川瀬真奈さんがねちょっと体調不良で、まあ、今日レッスンだったんですけどお休みということで、もともとね明日ラジオを収録する予定だったのですが、もしね真奈ちが来れなかった場合もう撮っておこうじゃないかと、でもなんかタイムリーなねこう話題出してても、もし明日真奈ちが普通に来れば、これは別に3月21日に上がらないラジオです。ただいつかねどっかで別特別版みたいな感じで上げてもいいかなっていうことで、とりあえず撮っとこうということで今ラジオを回しております。はい、そして、X の方でもね、緊急企画で、締めの7回質問コーナーっていうのを急遽募集しまして、めっちゃ急遽だった。はい、もうほんと5分間ぐらいの間だけ募集して、多分パッと見1万通ぐらい来てたから、その中からちょっと厳選して、今から、なーちゃんにいろいろと質問を答えていただこうと思います。はい、どうですか今の心境は。どういうことですか今の心境。急に今ラジオ回してるわけじゃないですか。はい、どうですか。面白そうだなって思います。面白そう、うん、あもうじゃあ、もうなんか今もうここで宣言して何あのいかなる質問でも私は真面目に、あの本気で NG なしで答えますというのをちょっと宣言してもらっていいですか。私締めの七香は今からされる質問に何でしたっけ、嘘をつかずに答えますって言わされてます。気持ちの問題だ。なあちゃんの気持ちの問題よそこは。別に何を気持ちの問題ですよそこは別に。でも撮る前にあの全部ふざけて答えてねって言われたんで。おいそこは言えない。どっちかわかんないです。い今から本当か嘘かどうか困惑させていくスタイルでやってもらっていいのそれで。あのそうすると、オタクが都合のいいようにあの受け取っていくスタイルになっちゃうよ。嫌だなそれ。それはそれで嫌でしょ。うまく立ち回っていかないと私が難しいことしちゃった自分で。昨日じゃあ、うん、早速質問の方いきたいと思います。はい、昨日食べたラーメンは何カレー。刺身ね。確かにね、カレーと言ったら刺身だしラーメンと言ったら刺身だもんね。そう刺身です。え、カレーの中に何、特にどの刺身入れる。イカ。あ、イカね。はい、イカは普通じゃね。確かに美味しいわ。普通だよ。あるよシーフードカレー。出てきたのがイカだった。それ多分本当に食べたから出てきたから。違う、食べてないです。まだなあちゃんはこのシステムに慣れてないよ。難しいな、嘘答えるのも。見た中で一番変な夢は何ですか。急に次ですとか言われて。
降りてきて UFO にさらわれて、そしたらなんか水の中にいて脱出する夢です。それ夢じゃないどういうこと？先週あったこと。先週だって UFO に捕まってどうのこうの言うとったよ。いや、よく帰ってこれた。じゃあ、帰ってこれたね。脱出できたってことですか？どうやって脱出したの？わかんない。でもその時はちょっと記憶ない。それで起きたんで、溺れてゲームオーバーで起きた。あ、 UFO にさらわれて水の中に落とされたってこと？わかんない。目が覚めたら水の中にいて、なんか問題、問い1、何々は何々、もう問題も覚えてないんですけど、水の中で急にクイズ大会が始まってテレンって流れてきて水の中でそう、誰か、なんか宇宙人の声で問い1ってきて答えて、そう、答えなきゃいけない。問い1だ違う問い1さん、そう、答えるっていう夢でしたね。本当は本当は夢って覚えてなくないですか？夢覚えてない。マジで覚えてない。夢見ないタイプ、夢覚えてないタイプ。なんか夢をさ、ちゃんと覚えてる人とさ、夢を覚えてない人。俺だから夢を全然覚えてないから、自分の中で夢を見てないっていう感覚なの。あ、じゃあ初夢とかもあんまりなんか気にしないっていうか。初夢はイオンじゃない？なんか聞いたことあるな、初夢セールみたいななんかあった気がする覚えてない。なんか覚えてる限り、じゃあ変な夢だったらあれだけど、一番最近見た夢とかも覚えてない。覚えてないです。あの、起きた瞬間は覚えてるから。私夢占い好きなんですよ。だから、あの、起きた瞬間も寝ぼけながらメモして二度寝します。そのメモは、あ、じゃあ家に帰ればあるの？あ、でも全部消してる。あの、携帯でメモして。え、消しちゃうんだ。寝て、調べて満足して全部消します。え、それは、そのメモしたことには記憶はあるわけ？ある。じゃあそのメモする感覚ってどれぐらいなの？感覚？そう、大体どれぐらいで、は私メモしてるなっていう内容動向じゃなくてさ、例えば3日に1回ぐらいメモしてるなとかさ。あ、でも全然夢見ないですよ。月1回見たらいい方ぐらい。じゃあ、今度から次回以降、夢見た時、メモして、あの、消さずにラジオで発表していこう。あ、わかりました。いいですよ、なーちゃんの夢っていうコーナー作ろうじゃん。いいですよ。そう楽しそう。だから、でも、あの、頻度が低いかもしれない、だいぶだから月1ぐらいの不定期コーナーでちょうどいいじゃない確かに、あ、見たら報告しますね。そう。じゃあ、でも確かに、朝起きた時になんかこう夢の感触ってあるよね。そう、夢見てたんだろうなみたいな、ふんわりぼんやりなんか覚えてるけど、でも本当にふんわりぼんやりだからすぐ忘れちゃう。そう。あ、そうか。夢ってそういうもんって言いますよね。でも見たい夢とか。見たい夢別にない。ないんだ。だって夢って夢じゃないですか。でも目覚めたら夢って分かっちゃうから、目覚めれないじゃないですか、いい夢見たら。でもなんか感覚的には今これ夢だよなっていう感覚に陥ってる夢の記憶はある。じゃあそれがどういうシチュエーションでどういうことが起きてる中での自分が思ってるのかとか覚えてないんだけど、なんかそういう感覚に陥ってる状態にの記憶はあるから、夢は多分見てるんだろうけど、なんか夢を見ない人は何なんだっけ？なんかありますよね、イケメンとか。わー、じゃあ見たくないなんかあるよね、眠りが浅いとか。眠りが浅い深い、どっちが浅いの？え、眠りが、でもなんか相場、多分夢を感じない人の方が眠りは深いじゃないですか。あ、なんかそういう、確かにね、夢を見てる人は眠りが浅いイメージあるよね、でも眠りが深いから夢を見るっていう考え、ね、そう、どっちだったか忘れちゃったな。夢を見る調べてるお、夢を見る理由っていうのがあるよ。お、夢を見る理由は諸説ありますが、
人間は普段の生活で起きた出来事や脳に蓄積したあらゆる情報を整理するために夢を見ると言われています。脳内に溜まった過去の記憶や直近の記憶が結びつき、それらが睡眠時に処理されストーリーとなって映像したものが夢ですと、おいうことなので、うん、僕らは何も頭良さそう、いや違うよ、何も情報を蓄積してないから整理するものがないじゃん見てないからそうそうそう、あ、そういうことか。確かに悩んでる時によく夢見るかも、その人が出てくる、しかもその情景とかがだよね、うん、確かに言われてみれば、確かに夢を見るという人は、うん、脳が寝ている間に処理するほど疲れている可能性がある、うん、寝よう、そういうことか。体は休んでるけど脳は覚醒しているレム睡眠だから寝起きのすっきり感がない人に多いってことは、うん、やっぱ眠りが浅いから夢を見るんじゃなくて、うん、逆なんだよ、深すぎる、夢を見るから眠りが浅くなるってことだよ。あ、そういうこと？そうそうそう、夢を見てるってことは脳が動いてるから夢を見てるから、うん、眠りが浅くなる、疲れる。あ、じゃあ脳が先なんだ。そう。へえ、すごい勉強になりましたね勉強になった。よくワタアイメンバー出てきますよ、8号さんも出てくる、てそれだけは覚えてる。あ、何をしてるかとか分かんない。夢の中で出てくる、夢の中で頻度が高い。こういうとこ褒められた、見てもらえたら嬉しいこととかってありますかって言ってますよ。お、顔、嘘です、嘘言えって言ったじゃないですか一番最初に言ったから。なーちゃんだって顔めちゃめちゃ気にするやん本当にさ、いやいやいや、もうなんか多分さ、うん、まあもうなんか女の子みんなそうなのかでも分かんないけどさ、うん、めちゃめちゃこう写真の出来気にするよ気にする気にするけど、でもライブ後あげるくせにあげた後にさ後悔するやん。そう、なんか、いや違うんですよ、多分あの女の子とかアイドルさんあるあるだと思うんですけど、振り返ってみたらなんか加工キモいなとかあるんですよ。いや、もう基本的に俺は加工キモいって思う派だからそうそうそう、だからよくあるじゃん、もう本当になんか女のね、女性の価値観と男性の価値観ってマジで違うと思ってて、あのもうほんまあまあもう 写真の加工は100歩譲って別に分かるんだけど、いやでも分かんないと分かんないけど、俺マジであのもう最近はどうなのか知らんけど、プリクラの目がでかいやつ、あれマジで本当にもう言い方本当ごめんなさい、言い方本当失礼だけど気持ち悪い。やっぱ目でかい子ってめっちゃもうやばくなりません？もう不自然の目のでかさじゃん。もうなんかさ、言っちゃえばなんかまた宇宙人戻るけど、宇宙人みたいな目してる、うん、このえこれはなんかネタなのかな、なんかこう笑いをでかすぎてそう求めてやってるのか、うん、可愛いと思って目大きくしてんのか本当に分かんなくて絶対素の方がいいじゃんっていう目の大きさになるじゃん、うんうんうん、マジで、うん、あれは何なの？でも私そんな目大きいから、あ、間違えた、大きくないから普通なんですよ別に、特にでもそれ違和感ない。あのね、あの和太くじに和太プリクラって入ってるじゃん、うん、メンバープリクラだっけ、うんうん、あれのプリクラも目でかいよね。あ、え、そうなんだ。でかい。私もですか？あ、わかんない。その映ってるメンバーがなんか目が大きいなと思って。ああ、そうなんだ。なんで、もうこれはそのプリクラのそういう特徴で自分たちがやってるんじゃなく勝手になっちゃうんですだったらしょうがないんだけど。うん、この目がでかいのって可愛くなくしてるじゃんって多分考えてる男の人多いんじゃないかなって思う。ああ、そうなんだ。え、撮ったことありますかプリクラ？ある。ああ、あるか、なんか気持ち悪いと思う目がさ確かにキュルキュルになりますもんね。米俵みたいな目になるなる
ね、しかも黒目がさもうなんかボーッてなんかほっぺとかピンクになりません。そう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 、なんなんこれの何のメリットがあるんだろうなと思ってさ確かに加工技術その携帯の写真スノーとかのやつは、うんうん、あ可愛くなってるなって分かんない、うん、そうでもあなんか顔にブツブツがついてるのはよく分かんない、ね、私もあんまり分かんない。あれなんなのあのさ、あれはあれでまたなんかこう宇宙人みたいなさあれインスタのフィルターなんですけど、そうそうそう、なんかあれはなんであれすると可愛くなるの、分かんない、どういう原理なのあれは私あのなんかそういうブツブツついてるフィルターってだいたいつけたり外したりできるんですよ、そのブツブツの部分だけ、うんうん、だから私外す派なんで、あ逆にね、そうブツブツついてるの理解できない派だから、みんなブツブツつける人多いよね。多い。あれは なんだろう。マナチがつけてますよね、ブツブツ。あ、つけてる。マナチに聞かないと分かんないだから。確かに。私つけない派だから。あれをつけてることに何が変わるの？なんかそこに美白？あれが目が白いブツブツだから。美白だったらもうちょっと白くした方がいいんじゃない？塗った方がいい。確かにな。顔ちっちゃく見えてるのかな。なんかいっぱいあるからそこに目がいって。確かに。他のあれが目立たないからすっぴんでも大丈夫みたいな。あれが本当によくね、俺はその加工俺はそういうまあそういうアプリの使いこなせてないっていうのもあるけど、うん、どっちかっていうと無加工の方が俺はいいなって思うタイプだから、うん、そうそうそう、なんか加工しすぎだなって思うし、うん、まあまあまあ写真写メとかは100分ずつ当たるけど、プリクラとかマジで理解ができない。確かに。そうそう、照明写真流行りましたもんね、こう夏ぐらい去年の。え、照明写真もプリがあのプリだとなんか分かんない、無加工が流行ってて、うん、最近、うん、だから照明写真でプリみたいに撮るみたいな、なんか無加工じゃないですか、照明写真撮るやつって、そうだね、あそこで撮るみたいな、みんなで、へー、みんなのが流行ってた時。迷惑。本当ですよね。まあでも最近ああいう照明写真で撮ってる人あんまいないよね、多分、ね、うん、確かに。もう携帯とかでできちゃってさ、多分コンビニとかで多分印刷できちゃうから、ね、できる。プリクラでも照明写真あるし。あ、そうなんだ。あります。なんかちょっと控えめな加工になるみたいな多分そんな感じだと思う。目が米俵からちょっとそなんか、まあ、どら焼きぐらいかな。でかいな。米そっ米俵ってこんなでかいやつか。そうそうそう。どら焼きぐらいなのかもしれない、確かに。じゃあで、なんちゃんはこういうとこ褒められたい、見てもらえたら嬉しいっていうのはどこですか？やっぱ SNS を頑張り、うん、ゾウさんがいたよ。SNS 頑張ってるから、なんか SNS 見てきましたで、まあ、まだ言われたことないんですけど。あ、なるほどね。そう言われると嬉しいかなって。 TikTok とか。そう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 、そうだね、うん、インスタとかそこまで慣れるように頑張りたいって思うし、でも今はもうまだね、そのライブ見てくれたとか、うん、そういう人が Twitter、うんうん、SNS をフォローしてくれる側だから、 SNS で見てきましたって人は確かに、そう、逆バージョンもちょっと経験してみたいなって思う、うんうん、まあ、でもあのライブで良かったから来ましたって言ってくれる人ももちろん嬉しいし、うん、あの歌が上手いってまたよく最近言ってもらえるようになった気がするんですけど。いや本当に多いよ。そう、それ嬉しいなって思うし、うん、あの細かいライブのなんかもうライブならではでハプニングとかあったりするじゃないですか。そうだね、まあ、なんかこけたりとか、うん、そこをそういうなんか細かい振りをとか言われるのが ちゃんと見てくれてるんだなって思って嬉しかったりしますね。確かに、うん、なるほどね、うん、つまり顔だね。そうです。そうです。まあ顔見ときゃ間違いないんで、 どこにしろ。昔だから聞いた結構、うん、今もずっとやってるけど、ポコちゃんを毎日やってるじゃない、うん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 、だポコちゃん見てきましたっていう人は結構いたの。すごい。そうそう、だから配信とかは、まあ、強いなと思うけど、うん、まあ、そうだね、 SNS、 それこそね YouTube ショートだったりとかね、うんうん、そういう TikTok とかそういうので来てくれると、まあ確かに嬉しいもんな。嬉しい。そういうところからやっぱ人を集めたいなっていう理由でやってるからね、うん、そもそもがね、うん、
続いて、おい、好きなアイドルはいますか。お、この前個人の YouTube でも話したんですけど、うん、あのよすがらさんっていう、およすがらさん、はいはいはい、東京のアイドルさんで好きですね。なんか渡辺と全然系統違うけどロックアイドルが好きだから、うん、そうめっちゃ良かった。あ、いや曲がいいんだ。はい、まだライブ見たことないんですけど、系統違うとね、多分遠征行ってもなかなかねこう確かに一緒にならない。うん、大体なんかロック系のアイドルさん好きだから一回も被ったことないです、好きなアイドルさんと。でも本当でっかい、でもそうか、フェスとかで一緒になっても会場がね変わっちゃうよね。場所が違うと思う。確かに。さ、どうするじゃん。どうする？どうやって近づく？そういう考えよ。どうしようかな。ロックになる。ロック。ロックになりましょう。心からロックになる。もうあの曲調とかはロックじゃないから、心がロックだったらロックアイドル。反ロックアイドルとして呼んでもらえるかもしれない。なるほどね。なるほどね。そう、見た目もあの曲もロックじゃないけど心ロックだから呼ぼうかなみたいな思ってもらえるかもしれない。じゃあ心ロックにするか。ロックンロールになりましょう。ロックンロール。じゃあ今日からとりあえず今から最後まで語尾ロケローで。ロケロー、やっぱ形から入っていかんとね。確かに。ロケロー、ロックの人って大体みんなそうでしょ。ゴビロッケンロールでしょ。そう、バンドマンの人と話してロケンロールって言われる。言うやろ。そうそうそう。超能力使えるとしたらどんな能力が欲しいですか。おお、まあ、よくある質問ですね。だからドラえもんの秘密道具とかとも単語は一緒ですよ。うんうんうん、ありますよ。物を軽くする能力。移動多いじゃないですか、うん、で、まあ、衣装とか、まあ、いろいろ化粧品とかいろいろ持ち歩くから重いんですよ。でも肩破裂しそうになるからちょっとそれを軽くしてもうスイスイ持っていけるようにしたい。でもだったら瞬間移動でよくない。でも歩くの好きなんで歩きはしたいの。歩きはしたいのね。瞬間移動しちゃうと早すぎるから。別にじゃあさ物持ってない時に歩けばいいじゃん。それは違うじゃないですか。移動でついでに歩けてるからいいけど、なんかちょっと散歩するのはだるいなって、わざわざそれで家出るのだるい時あるから。ああそういうこと。そう、移動ついでに散歩したい。ああなるほどね。そう、あそうなると、あだ散歩したいから物を小さくしたいってこと。そう、軽くしたい。なるほどな。そうなんですよ。なんだろうな、超能力。まあ、そういう超能力があるか分かんないけど、うん、あ俺マジで胃を大きくしたい。なんか、うん、食欲と胃袋の大きさがマジで年々反比例していくの。あ、めっちゃお腹空いてるのに。食欲じゃないか、グルメよ、うん、そのいろんなもの食べたい、うんうん、美味しいもの、うんうん、いろんな美味しいものを食べたいっていう気持ちがあるのに、うん、全然食べれない。よし食べると思って思ったら入らないんだ。そうそうそう、なんかやっぱ貧乏症なのもあるけどさ、うん、例えば大盛り無料って言われたら大盛りしたくなってしちゃうの。でもマジできついの。それこそ一昨日日曜日イベントの後にさ、うん、3人ね、マナチと3人でご飯食べに行ったじゃん、うん、はい、でうどん屋さんでさ、うん、あのうどん無料だったじゃん、大盛り、うん、半玉増量無料、半玉増量無料だったじゃん、うんうん、マジで後悔してた。うちらめっちゃ秒で食べたのに。俺一人ずっとなんか最後まで食っとったやろ。確かに。本当にでも、うん、あの時はだから成長したなって思うのは、うん、あのご飯を、ね、選べるので、うん、なんかカツ丼だったりとか、うん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 、天丼親子丼みたいなの選べたじゃん、うん、
でも一番小さいちゃんと火薬ご飯を選んだ自分偉いなと思ってあの合わせて自分の胃にそう前だったら多分大盛りにしてしかもカツ丼とか頼んでマジで食えないみたいな状況を起きかねなかったところを成長した、うん、お超能力で胃を超能力ででも胃大きくならんか手術した方が早いかもしれない。超能力ってやっぱなんかこうさ、うん、あんまり現実見ないっていうかピンとこない。あ、超能力と魔法って違うじゃないですか。違う。何が違うんですか。魔法はでも一緒なのかな。空飛ぶのって魔法ですか。超能力も別に空飛ぶですよね。超能力と魔法は似てるんじゃない。超能力は物に対するあれなんじゃないですか。浮かせるとか動かす。魔法もでもなんかそういう。あ、確かに浮かせれるわ。むずっ。まあ、だからこういう質問で、まあ、さっきもちょっと出たけどやっぱ一番メジャーなのは、うん、ドラえもんの秘密道具ですよ。はい。ドラえもんの秘密道具だったら、うん、結構前メジャーなやつだったらさみんなこう想像できるじゃん、うん、でこっちも考えするじゃん欲しいもの、うん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 、ドラえもんの秘密道具でもし10個選べるとしたら重いな10個も思い浮かばないし今思い浮かんで4つぐらいかなっていう感じだったのに1個じゃあもらえるって言ったら何が欲しい。でもやっぱ王道どこでもドアじゃないですか。どこでもドアいいよね。結局どこでもドア。どこでもドアいいよな。わかる。だって旅行すぐ行けるし移動移動するのが散歩がどうのこうのって言ってたのにすぐ着くしとか言ってるけど本当だよ。でもなんかあのちゃんとした旅行だったらなんかいいけど、はい、ちょっとライブ遠征するとかあの自分の趣味のとかだったらちょっと面倒くさいな一人で移動するのって時があるじゃないですか。あ、それで使いたい。旅行は景色見たいけど移動はちょっとどこでもドアでピュッと行ってピュッと帰ってきたい。確かにな。でもな俺ね、うん、もうなんか夢も希望もないし、うん、もうなんか名前も覚えてないからあれなんだけど昔多分ね、うん、単行本コミックスかなんかに載ってたんだけど、うんうん、10円で何でも買えるもの機械みたいながあって。めちゃめちゃ便利じゃん。便利。世の中にあるもん何でも10円で買える。すごい。なんかそんなのがあって、うん、それいいよなって思って。そんなあるんだ。もなんかでもさそれ夢も希望もないからかもらえるならまあでもどこでもドアも分かるけど、うん、もしもボックス。あ、よくない。もしもなんとかだったら。そう、世界がもし何々だったらみたいな。でも効果切れません。切れる時ないんですかあれって。あ、いや、もう一回電話して元に戻すだけまで、うん、効果は切れないよ。へえ、面白い。一日なのかな。いや違う。へえ。じゃあそれゲットした一番最初に言いたいやつは何ですか。え、もしも今日の競馬が俺の予想で当たる世界だったらでとりあえずお金を増やすで10円で買うめっちゃいいな。永遠に買えるものが。それがもしもドラえもんが俺ん家に来たらと。もう来てるじゃないですか。でももしもボックスだけあるな誰かから届くんだ。そう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 なんだ。そう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 。確かに。そしたらもう永遠にのび太くんになれる。そんなこと言ってるからね夢も希望もないんだよ大人は。そんなこと言ってるから夢も見れない。タケコプターとか言っとれ空飛びたいなタケコプター忘れてた。タケコプターなんかでも怖くない。怖い。こんなさ頭のてっぺんにさつけてさ、あれ時速80キロ飛ぶんだよ。ジャイアンとかも軽々飛んでるけど。皮膚だけ飛んでっちゃうみたいな。なんかこう昔ねそういう髪の毛なくなっちゃう。なんか空想科学読本みたいな本があって、うん、それ科学者がそのドラえもんの道具を実際現代で使ったらどういう
事件が起きるのかみたいないう本があったんですよ。そうだ、タキコプターだったらその皮膚だけ飛んでっちゃうとか。やだ、痛い、痛くなってきた、頭皮が。そう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 。いろいろあるんだな。占いしてもらったことありますか？ないです。ない、終わり。占いとか興味ないの？あるけど高いじゃないですか。まあ、だいたい、まあ、まあね、うん、やっぱ値段が高いから信用できるっていうのもあるからこそ、じゃあ、まあ、なんか安い無料で占いとかやったとてっていうのもあるしね。そう、でも無料の方がいいよねって思うこともあるし。でも占いって自己責任じゃん、うん、その自分が信じるかどうかなって思うから、うんうんうん、その対価としてやっぱりこんだけ払ったから信じようっていう気持ちにさせるからちょっと高いんじゃない？あ、その自分で足を運んで、うん、こんだけのお金を払って、うん、占ってもらった結果だから、なんかこう信じるマインドになっちゃう、ね、あ、お客さん側の、あの何、心のあれ をその利用してるの、そういう。そうなんだ。でもそうだと思うよ、だって、だってさ、だって無料の占いと1万円の占いだったら1万円の占い信じなきゃ損だなっていうマインドになるから。まあまあまあ、確かに払うならって感じ。そう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 。でも私夏にビラ配りしてたじゃないですか、うん、あれの時にあの占い師のおばさんに話しかけられて、ほう、結構長時間語られたことありますよ。いつ、どこの駅でそれ、どこだっけ、今池、そんなことあった、今池のドンキ側で立ってたら、うん、おばちゃんが来てなんかいろいろ喋られて、手相とか見られて。覚えてる、なんて言われたの？なんだっけ、でも紫の T シャツ着てたんですよ。ほうほう。でなんかアイドルやってるんですみたいなのでビラ配って、でなんか紫って高貴な色だからねみたいな、なんかぴったりねって言われて、なんかわかんない、何を知ってるのかわかんないけど、うん、ぴったりだねって言われて、あ、そうなんですねみたいな。でなんか手相を見られて、なんか手がなんかキラキラしてるとその運が集まってるんですみたいな、あの手がキラキラしてるんですよ。でもちょっと今なんか手がめっちゃ汚い、手キラキラ、でも手汗じゃなくて、なんか手がキラキラしてると運気が集まってくるみたいな、集まってる証拠みたいな話をしてて、でもよくよく考えたら夏って日焼け止め塗るじゃないですか、うん、私の日焼け止めなんかキラキラがついてるんですよ。それじゃん。おばちゃんそれなのかもって最近思って。え、でもさ、そういうのってさ、うん、キラキラを実効的に作ってもいいみたいな、あ、言うよね。その手相のこういう、なんだっけ、これ生命線とか、こういうのもなんか自分でこうやってさ、なんかこう、うん、爪とかに書いてなんか伸ばしても効果あるんですよみたいな話を聞くよね。へ、うん、だからそれ形から入るのも大事なんじゃない？そういうこと？何、全部どこにやっぱ通じるかって自分の気持ち次第、うん、病の気からと一緒で、多分気持ちがそれで高揚すればそれが運気がこう流れが変わってなんかいい流れになる、うんうんうん、っていくんじゃない？確かにそういうことか。手相変わるって言いますもんね。そうそうそう、そうなんだ。手相占いはしてみたいなって思う。なんかタロットとかはしたい。それ以外にありますか？なんか生年月日でとかはなんか本当かなって思うけど、手相ならなんかあんま嘘なさそうじゃないですか。確かに。そう、手相が一番なんか信頼度が高そうって思う。じゃあ来週までにちょっと手相覚えてきて。わかりました。あのゲッターさんの本読む。そうそうそう。マスカケ線みたいな、あれ、あれ島田秀平か、あれは。あー、そっかそっか、そ、別なのか、宗派が違うのかな。最後の質問です。はい。水族館に行ったら一番の楽しみは何？名古屋港ですか？確かに、どこの水族館って言ってないよね。そうそうそう、水族館は別に全部一緒じゃないんだよ、水族館は。そうだよ、名古屋港は、私名古屋港、なんか水族館って天気いい日がやっぱいいじゃないですか。まあどこもそうだけど、屋内。
いやなんか外に出れるとこ、なんかなんて言うんだろう、あるね、駅から名古屋港まで歩いていくとこの道が好きなんですよ、海沿いなんて言うんだろう、はいはいはい、港沿いみたいな、かるかる、船プカプカしてるとこ、あそこが好きだから、まあ、名古屋港はそこから楽しみ、あだからつまり中より違う、そこからそこからそこから楽しみ、そこから、ね、そう、私イルカショーも普通に楽しいじゃないですか。イルカショーは結構前の方座って濡れるとこ座りたいタイプ、うん、あ全然、うん、どこでもいいけど、どこに座ってんだろう、ギリギリ濡れるか濡れないかの位置で濡れてる人見るのが好きです。あなるほどね危ないってなるのが好きかもしれない。そう、一番好きな、南知多ビーチランドって水族館ですか。水族館の限り、テーマパークじゃないわですよね、うん、じゃあ違うわ、南知多ビーチランドが一番好きなんですけど、南知多ビーチランドなんてもう10年ぐらい行ってないかも。わお、でも私も中学生ぐらいから行ってない。南知多ビーチランドいいね。南知多ビーチランドと その近くにあるグリーンバレー、グリーンバレーって何でしたっけ。なんかすごいちょっとデカのアスレチックと、うん、バーベキューできるとこあったりとか、うん、バンジージャンプできるとこがあったりとかバンジーか、へえ。バンジーも未来ちゃんのバンジーはあれじゃないっけ、こう棒捕まってなんかこう飛ぶやつ、あーあのわかりますよ、うん、ボクシングするやつみたいな、そうそう、サンドバッグみたいなのを捕まって飛び降りるやつ、あそうなんだ、確かね、面白そう、行きたい。南知多、あのイルカタッチができる、なんか普通に水槽っていうか何外にある、うん、なんかで、あのちっちゃい子が入る用のプールのでっかい版みたいなやつがあって、はいはいはい、その中に人間が入ってなんか手を差し伸べたらイルカがピュピュピュって下をくぐって触れるみたいな。へえ、今もあるのかな、どうなんだろう、あるんじゃないですか。もうだって中学生の時も遠い昔の話でしょ確かにありそうだけどな、なんか目玉っぽかったけどな、それが割とあって思ったけど、いいね、だから、うん、遠足、春の遠足めっちゃいい、南知多ビーチランドとグリーンバレー、うん、いいな、バーベキューしたいし、いいじゃん、アスレチックもしたい、あれもしたいです、なんだっけ、クライミングみたいな、何クライミングって言うんですか、ロッククライミング、あのボルダリング、あ、そう、あボルダリングとか別に多分今池とかにあとトランポリントランポリンもあるよね、なんかね、あるある、トランポリンハウスみたいなのが、そんなの多分もうあれスポッチャ行けばありそうだけど、スポッチャ行ったことないんですよ。あそうなの、確か、じゃあもうその日はボルダリングしてスポッチャしてグリーンバレー行ってきつい、道中行って帰ってくる、朝一じゃないと、朝6時ぐらい集合やだよしんどいよ体があのライブとライブの合間の谷間の日でやだ4日間連続ライブ南知多からの3日間4日間ぐらいきついな、それめっちゃ嫌、全然楽しそうじゃないその南知多やだよ。そんな感じで、はい、質問1万個ぐらい答えてきましたが、うん、どうでしたか。答えてないです、厳選したんじゃないですか。いやいや、もうもう答えたんだ、答えてどうでしたか、面白かったです。まあね、こうやってね、まあ、今回はね、うん、まあ、5分くらいの間で、でもこんだけね、うん、質問くれたからありがとうございました、うんうんうん、すごい、5分で考えられるあれクオリティですか。いやいやいや、すごいですよね、常日頃あじゃあ今なーちゃんがちょうどさ今リプ求めてる、うんうんうん、それで送ろうとしてたやつをこっちに送っちゃったじゃん、うん、そういうことそんな、じゃあ私に書くことなくなるじゃんなんでだよありがとうございます。ああいうのさ、でも今やってるじゃん、今1000人フォロワー1000人で、うん、記念で、うん、リプ編、リプ編企画みたいなやってるじゃん、うん、はい、ごめんね、あれ見てるとさ、うん、別になんかそれが悪い、今ここで例に出しちゃって、ね、それでちょっと嫌だなって思われたらごめん申し訳ないんだけど、うん、こんにちはとか一言のやつとかに、うん、どう返すえ、本当に関わりのない人っていうか、うん、
結構ちゃんと返すかもしれない。なんか人のその人のツイートとか見て、だからまあリプ返するきっかけをくれたぐらいで捉えればいいのか、うん、なんとも思わない。なんか話すことないんだなって思う話すことないけど参加しようっていう気持ちはあるんだな、ありがたいなって思って返してる。じゃああれは初めまして、よかったらこのリンク見てっていうやつあれ来てないですよ。でもあれもし来たらあれにもリプ返す。確かに。でもリツイートしてくれないんで。あ、そうか、リツイートしない。残念、フォローもしてくれないといけないから。参加条件がそうか、そう、残念。リツイートと残念でした。フォロー、あ、そうか、してくれない。フォローはしてくれてると思うよ。フォローしてくれない、あ、確かに。そう、でもああいうの書く人とフォローする人って別じゃないですか。あ、そうか。フォローしてされてるアカウントにああいうリプ来たことない。あ、確かに違うかも。そう、ちょっと仕事が違うのかもしれない。まあでもな、確かにリツイートしないもんな。そうですね、リツイートはないかも。確かに。でもなんかああいうのにさ、ああやって書いてるのにリツイートしずにリップだけする人とかもいるじゃん。います。フォローしてない人とかもいる昨日はツイートしようと思った、ウィンウィンな関係をお願いしますなるほどね、そのリップだけもらおうとそんな甘ったるい考えしてんじゃねえぞみたいなね。そう確かに確かに。してないですけど、我慢した。いや、とどまった。ここで言っちゃったまあそういう人多分聞いてないから、ね、そうですよね。そうそうです、まあ、そんな感じで、うん、今日はね、緊急特別企画でなあちゃん質問大会をやってきましたが、はい、このラジオはいつ上がるのか分かりませんが、来年とかかも。来年もうちょっとさすがにあげるんじゃない、さすがに。来月再来月ぐらいまでには急になんか土曜日とか木曜日とか緊急で2週ある、え、1週間に2個あるみたいな。そうあ、なるほどなるほど。そうそうそう、こういうのをね、まあ、なんかいろいろ撮ってっても面白いなと思うから、うん、マナチ時もあるし、うん、とか、うん、それこそ新メンバー、うん、アムちゃんアム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 のだ、新メンバーアムアムがとかこれ話題してるくせに、うん、これ来年とか上がってたら新メンバーも何でもなくなってそう確かに新じゃなくなって、アムアムって話題今出したことで、うん、これが最近実は上がるっていうことを期待して、確かに今回は終わりたいと思います、はい、お願いします。まあ、これはね、いつ上がるかわからないのでライブの告知などはいたしません、はい、ということで以上、お相手私8号と紫色担当締めの七香でした。また来週かどうかわからない、また行くか。